長瀬レンキングプリンス主演、出口夏樹共演のネットフリックス映画、余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。が、6月27日期より、世界独占配信される。6月18日に、同作の配信を記念したイベントが、東京、トランクホテルで開催され、長瀬、出口、三木隆弘監督の3名が、本イベントに登壇した。 長瀬レンキングプリンス主演、出口夏樹共演のネットフリックス映画、余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。が、6月27日期より、世界独占配信される。6月18日に、同作の配信を記念したイベントが、東京、トランクホテルで開催され、長瀬、出口、三木高弘監督の3名が、本イベントに登壇した。 余命一年の僕が余命半年の君と出会った話とは映画余命一年の僕が余命半年の君と出会った話は森田緑による小説余命一年と宣告された僕が余命半年の君と出会った話ポプラ社を原作にネットフリックス映画として映像化されたもの小説投稿サイトに投稿されていた原作が編集者の目に留まり タイトルで筋がほぼ分かってしまうにもかかわらず、号泣すると書籍化され、嫁僕として SNS を中心に、口コミに火がつき、シリーズ累計50万部を突破した。主演を務めるのは、ネットフリックス作品初参加となる長瀬。突然嫁を宣告され、色い々ろいろなことを諦めながら、淡々と日々を過ごす中で、運命の恋に出会い再び人生に希望を見出していく。 主人公、早坂昭人役を演じる。また、ヒロイン、桜井春奈役を、ネットフリックスドラマシリーズ、舞妓さんちのまかないさんに出演した出口が務める。そして、監督を務めるのは、ホットロード2014年、今夜、世界からこの恋が消えても2022年など、青春恋愛映画の名手、と呼ばれる、三木監督。 脚本は、僕は明日、昨日の君とデートする2016年で、三木監督とタッグを組んだ吉田智子が、音楽は、今夜、世界からこの恋が消えてもで、同じく、三木監督とタッグを組んだ亀田誠二が担当する。二人の雰囲気がとても素敵だった。撮影時を振り返る三木監督。イベント冒頭で、長瀬は、ついに配信の日が近づいてきて、 実感はまだ全湧かないんですが本作を見て皆様の反応を聞くのがとても楽しみです。と期待に胸を膨らませ出口もやっと皆様にお披露目できる日を迎え本当に嬉しいですとコメント。三木監督は普段は配信や公開が近づくと不安になってしまう方なんですが今回は長瀬さんと 出口さんの二人の雰囲気がとても素敵で、撮っている時も二人の空気感に影響を受けて、素敵な作品を撮れたと思います。早く皆様に見てほしい気持ちでいっぱいですと、それぞれが配信へ向けた意気込みを語った。こんなことは、今までなかった自身の変化に驚く長瀬恋。初の王道ラブストーリー映画で主演を果たし、完成した本編を見てラストは思わず泣いたと。 語った永瀬ここまでがっつり恋愛に焦点を当てた作品は初めてやりましたタイムリミットがある恋愛という部分に不安な部分もあったのですが現場では気負わず自分らしく撮影に臨めましたと撮影当時を振り返ったまた今までは当事者として作品を100%楽しむことができないことも多かったのですが 本作は物語を純粋に楽しめて、ラストでは思わず泣いてしまいました。そんなことは今までなかったので、自分でもびっくりしましたと、本作を初めて見た時の率直な感想を語った。さらに、登場人物たちの表情の切り取り方も素晴らしくて、三木監督がすごく素敵に撮ってくださって、いろんなパズルがうまくハマった作品だったと思いますと、 自信ものぞかせた。三木監督は、長瀬さんとの顔合わせの段階で、パブリックイメージでは、クールで、ミステリアスな、雰囲気なのかな、と思っていたのですが、実際は、親しみのある、空気感を、お持ちで、一緒に作品を作れたら、絶対に面白くなるなと感じました。撮影では、その瞬間瞬間で、二人が感じた表情を、 素直に表現していくセッションのような撮影にしようねと話していましたと振り返ったかわいそうではなく羨ましいと感じた秋人と春菜の関係性ただ悲しいだけではなく見終わった後に前向きな気持ちになれるという感想が多く寄せられている点において長瀬は秋人と春菜の生き様が視聴者にそういう感情を持たせるのだと思います 二人の姿を見て、今の幸せを噛みしめつつ、大切な人とこれからどうやって生きていこうということを前向きに考えられる作品だと思いますと、述べ、出口は、前向きな気持ちになれると感じていただいたならすごく、嬉しいし、自分の自信につながりましたと語った。三木監督は、最初に企画をいただいて、原作を読んだ時に、秋人と春菜をかわいそうではなく、 お互いいいをを支え合う二人を羨ましいと思いまししと思た。そんな眩しい二人の空気感を映画でも表現したいと思いましたと話しそれ俺が言いたかったやつと長瀬と出口は揃って三木監督のコメントに賛同した最終的にはお互いをあだ名で呼び合うほど打ち解けられた長瀬廉、出口夏希本作で初共演となった長瀬と出口 共演シーンで印象的なエピソードを聞かれると、長瀬は文化祭のシーンをあげ、あのシーンはすごく手が込んでました。高校時代の思い出は何ですかって聞かれたら、嫁僕の文化祭だと答えたいくらいキラキラしていました。笑いと撮影当時を振り返った。また、劇中では美術部で絵が上手い設定の秋人を演じた、長瀬だったが、 実際の長瀬の絵心に衝撃を受けたという出口。長瀬さんは、画白です笑い。個性的な絵を描きますよね。と問いかける出口に対し、長瀬は、目を描くときにどうしても黒目の焦点が合わなくて、ホラーな絵になってしまう。もしかしたら、本編で、僕の描いた絵が使われているかも、笑いと場内を笑わせた。撮影現場の雰囲気について、出口は、 お互い人見知りなので最初は全く目すら合わなかったと振り返り、長瀬も最初は三木監督が場を回してくれたのでかろうじて話せましたが、二人になった途端声かけていいものなのかな。何の話しようかな。と常に悩んでいましたと撮影序盤の当時を回想した。しかし、そのもどかしい感じが作品にプラスに働いたと語った監督。 打ち解けたきっかけは、お互いの呼び名を決めたことだったという。永瀬は出口を、出口と呼び、出口ははじめ、明仁君と、役名で呼んでいたものの、最終的には、フルネームで、永瀬廉、おじさんと冗談を言い合えるほど仲良くなったという。三木監督、モニターを見ていた全員が泣いたシーンですと撮影を、振り返る。続いて、それぞれの本作における推し。 シーンを発表するコーナーへ。長瀬は、春菜と見ることができなかった、切ない花火のシーンをセレクト。二人が、お互いを思い合うがゆえに、すれ違いが起こるのですが、そのシーンが、とても切なくてぐっときますと語った。出口は、秋人が、横田真由演じる綾香を病室に連れてくる、感動的なシーンをセレクトし、 秋人と春菜の恋愛のお話でもありますが、友情も一つのテーマになっていて、このシーンは秋人くんの優しさと一人一人の思いが詰まっていて、愛おしい再会のシーンを選びましたとコメント。監督は春菜が秋人に絵を描いてもらうシーンをセレクトし、このシーンは撮影の終盤にとって二人の雰囲気がすごく良かったんです。 春菜の表情を撮っているうちに僕自身感情が溢れてきちゃってカットを切れなくなってしまって実際にモニターを見ていた全員が泣いたシーンです僕がこの映画の中でとても大切にしていたシーンなので思い出深いですし視聴者の皆さんには注目してほしいですねとこのシーンに込められた熱い思いを語った長瀬廉命と恋の物語は国や世代を超えた 共通のテーマですしめくくりのコメントを本作の主題歌にはヨルシカシュイがカバーした若者のすべてが使われている三木監督は最初に作品を作るときに新しい楽曲を作ってもらうよりはみんなが聴いたことのある思い出の引き出しを開けるような楽曲はないかという話になって僕自身も大好きな若者のすべてに決まりましたこの作品は 2人がそれぞれの思いを受け取り思いのバトンを受け継いでいく物語ですそして音楽そのものがこの物語で表現したかったことだと思いました実際にフジファブリックさんの楽曲を朱イさんがカバーして音楽はどんどん後世に受け継がれていってそういう部分を楽曲でも表現できたらなと思いましたとこの楽曲に託した思いについて語ったまた 長瀬もこの楽曲には思い入れが深く、主衣さんのバージョンは心にスッと入ってくるようで、凝り固まっていた心をほぐしてくれるような優しい歌声だと思いましたと語り、出口ももともとプレイリストに入れて聴いているくらい好きな曲だったので、カバー曲をすごく楽しみにしていました。実際にエンドロールで聴いたときに作品にすごく合っていると思ったし、 はるなは病気で辛かったけど、すごく幸せだっただろうなとか、いろんな想像が膨らむ、余韻に浸れる楽曲だと思いましたと楽曲に対する思いを、それぞれが語った。また最後に、長瀬は、監督はカラオケに行くと、いつも、若者のすべてを歌っていましたよねと楽曲にまつわる思い出も披露。最後に、長瀬より、 世界中で配信される本作ですが、命と恋の物語は国や世代を超えた共通のテーマです。この作品ならではの高校生のピュアさやまっすぐさが丁寧に繊細に描かれていて、一つ一つのシーンが絵画のように美しい作品です。ぜひご覧くださいと締めくくり、イベントは終了した。余命一年と宣告された僕が、 余命半年の君と出会った話ポプラ社を原作にネットフリックス映画として映像化されたもの小説投稿サイトに投稿されていた原作が編集者の目に留まりタイトルで筋がほぼ分かってしまうにもかかわらず号泣すると書籍化され余命僕として SNS を中心に口コミに火がつきシリーズ累計50万部を突破した主演を務めるのは ネットフリックス作品初参加となる長瀬。突然余命を宣告され、いろいろなことを諦めながら、淡々と日々を過ごす中で、運命の恋に出会い再び人生に希望を見出していく。主人公、早坂明人役を演じる。また、ヒロイン、桜井春奈役を、ネットフリックスドラマシリーズ、舞妓さんちのまかないさんに出演した出口が務める。そして、 監督を務めるのは、ホットロード2014年、今夜、世界からこの恋が消えても2022年など、青春恋愛映画の名手、と呼ばれる、三木監督。脚本は、僕は明日、昨日の君とデートする2016年で、三木監督とタッグを組んだ、吉田智子が、音楽は、今夜、世界からこの恋が消えてもで、同じく、三木監督とタッグを組んだ、亀田聖二が担当する。 二人の雰囲気がとても素敵だった。撮影時を振り返る三木監督。イベント冒頭で、長瀬は、ついに配信の日が近づいてきて、実感は、まだ全湧かないんですが、本作を見て、皆様の反応を聞くのがとても楽しみです。と期待に胸を膨らませ、出口も、やっと皆様に、お披露目できる日を迎え、本当に嬉しいですとコメント。三木監督は、普段は、 配信や公開が近づくと不安になってしまう方なんですが、今回は長瀬さんと出口さんの二人の雰囲気がとても素敵で、撮っている時も二人の空気感に影響を受けて素敵な作品を撮れたと思います。早く皆様に見てほしい気持ちでいっぱいですと、それぞれが配信へ向けた意気込みを語った。こんなことは今までなかった自身の変化に驚く長瀬蓮。 初の王道ラブストーリー映画で主演を果たし、完成した本編を見てラストは思わず泣いたと語った長瀬。ここまでがっつり恋愛に焦点を当てた作品は初めてやりました。タイムリミットがある恋愛という部分に不安な部分もあったのですが、現場では気負わず自分らしく撮影に臨めましたと撮影当時を振り返った。また、今までは当事者として 作品を100%楽しむことができないことも多かったのですが、本作は物語を純粋に楽しめて、ラストでは思わず泣いてしまいました。そんなことは今までなかったので、自分でもびっくりしましたと、本作を初めて見た時の率直な感想を語った。さらに、登場人物たちの表情の切り取り方も素晴らしくて、三木監督がすごく素敵に撮ってくださって、 いろんなパズルがうまくハマった作品だったと思いますと自信も覗かせた。三木監督は長瀬さんとの顔合わせの段階でパブリックイメージではクールでミステリアスな雰囲気なのかなと思っていたのですが実際は親しみのある空気感をお持ちで一緒に作品を作れたら絶対に面白くなるなと感じました。撮影では その瞬間瞬間で二人が感じた表情を素直に表現していくセッションのような撮影にしようねと話していましたと振り返った。かわいそうではなく羨ましいと感じた秋人と春菜の関係性。ただ悲しいだけではなく見終わった後に前向きな気持ちになれるという感想が多く寄せられている点において長瀬は秋人と春菜の生き様が 視聴者にそういういい感情を持たせるのだと思います二人の姿を見て今の幸せをかみしめつつ大切な人とこれからどうやって生きていこうということを前向きに考えられる作品だと思いますと述べ出口は前向きな気持ちになれると感じていただいたならすごく嬉しいし自分の自信につながりましたと語った 三木監督は、最初に企画をいただいて、原作を読んだ時に、秋人と春菜をかわいそうではなく、お互いを支え合う二人を、羨ましいと思いました。そんな眩しい二人の空気感を映画でも表現したいと思いましたと話し、それ、俺が言いたかったやつ。と長瀬と出口は揃って、三木監督のコメントに賛同した。最終的には、お互いをあだ名で呼び合うほど打ち解けられた。 長瀬蓮、出口夏樹。本作で初共演となった長瀬と出口。共演シーンで印象的なエピソードを聞かれると、長瀬は文化祭のシーンを上げ、あのシーンはすごく手が込んでました。高校時代の思い出は何ですかって聞かれたら、嫁僕の文化祭だと答えたいくらいキラキラしていました。笑いと撮影当時を振り返った。また、劇中では、 美術部で絵がうまい設定の秋人を演じた、長瀬だったが、実際の長瀬の絵心に衝撃を受けたという出口。長瀬さんは、画白です笑い。個性的な絵を描きますよね。と問いかける出口に対し、長瀬は、目を描くときにどうしても黒目の焦点が合わなくて、ホラーな絵になってしまう。もしかしたら、本編で、僕の描いた絵が使われているかも。 笑いと場内を笑わせた。撮影現場の雰囲気について、出口は、お互い人見知りなので最初は全く目すら合わなかったと、振り返り、長瀬も、最初は、三木監督が場を回してくれたのでかろうじて話せましたが、二人になった途端、声かけていいものなのかな。何の話しようかな。と常に悩んでいましたと撮影序盤の当時を、回想した。しかし、 そのもどかしい感じが作品にプラスに働いたと語った監督。打ち解けたきっかけはお互いの呼び名を決めたことだったという。長瀬は出口を出口と呼び、出口ははじめ、秋人くんと役名で呼んでいたものの、最終的にはフルネームで長瀬連おじさんと冗談を言い合えるほど仲良くなったという。三木監督、モニターを見ていた全員が泣いたシーンですと撮影を。 振り返る続いてそれぞれの本作における推しシーンを発表するコーナーへ長瀬は春菜と見ることができなかった切ない花火のシーンをセレクト二人がお互いを思い合うがゆえにすれ違いが起こるのですがそのシーンがとても切なくてぐっときますと語った出口は秋人が横田真由演じる綾香を病室に連れてくる 感動的なシーンをセレクトし、秋人と春菜の恋愛のお話でもありますが、友情も一つのテーマになっていて、このシーンは秋人くんの優しさと一人一人の思いが詰まっていて、愛おしい再会のシーンを選びましたとコメント。監督は春菜が秋人に絵を描いてもらうシーンをセレクトし、このシーンは撮影の終盤にとって二人の雰囲気がすごく良かったんです。 春菜の表情を撮っているうちに僕自身感情が溢れてきちゃってカットを切れなくなってしまって実際にモニターを見ていた全員が泣いたシーンです僕がこの映画の中でとても大切にしていたシーンなので思い出深いですし視聴者の皆さんには注目してほしいですねとこのシーンに込められた熱い思いを語った長瀬連命と恋の物語は国や世代を超えた 共通のテーマです締めくくりのコメントを本作の主題歌にはヨルシカシュイがカバーした若者のすべてが使われている三木監督は最初に作品を作るときに新しい楽曲を作ってもらうよりはみんなが聞いたことのある思い出の引き出しを開けるような楽曲はないかという話になって僕自身も大好きな若者のすべてに決まりましたこの作品は 二人が、それぞれの思いを受け取り、思いのバトンを受け継いでいく物語です。そして音楽そのものが、この物語で表現したかったことだと思いました。実際に富士ファブリックさんの楽曲を、主井さんがカバーして、音楽はどんどん後世に受け継がれていって、そういう部分を楽曲でも表現できたらなと思いました。と、この楽曲に託した思いについて語った。また、 長瀬もこの楽曲には思い入れが深く、主衣さんのバージョンは心にスッと入ってくるようで凝り固まっていた心をほぐしてくれるような優しい歌声だと思いましたと語り、出口ももともとプレイリストに入れて聴いているくらい好きな曲だったのでカバー曲をすごく楽しみにしていました。実際にエンドロールで聴いた時に作品にすごく合っていると思ったし、 春菜は病気で辛かったけど、すごく幸せだっただろうなとか、いろんな想像が膨らむ、余韻に浸れる楽曲だと思いましたと楽曲に対する思いを、それぞれが語った。また最後に、長瀬は、監督はカラオケに行くといつも、若者の全てを歌っていましたよねと楽曲にまつわる思い出も披露。最後に、長瀬より、世界中で配信される本作ですが、 命と恋の物語は国や世代を超えた共通のテーマです。この作品ならではの高校生のピュアさやまっすぐさが丁寧に繊細に描かれていて、一つ一つのシーンが絵画のように美しい作品です。ぜひご覧くださいと締めくくり、イベントは終了した。